い、ここですね。この作り怖くない？この作り。ねえ、この作り怖いんですよ。で、怖いからもう行かなかったんですけど。よいしょ。おおおおお。皮膚だ、荒らされてんな。皮膚だ、すんげえ荒らされてる。あ、うちが安でしゅって言ってたやつ、誰かに開けられた。うん。皮膚だ、すげえな。あ、違うわ、あるわ。ここにあった。うちが勘違いした安でしゅ。うん、懐かしい。一応奥の食器はまだね、全然荒らされてないですね。うちがここに置いといた安でしゅじゃねえ、うん、なんかシソの実をつけたようなやつがあって、それがまだ残ってます。ここら辺はそうね、今季節来ましたね。ほらね、どっかいますね、うん、いるいる、ね、ないの、うん、これつついてますね。上の集落の時に聞いた音。どうぞ、なんか、あ、なんか並ぶ、あ、え、こんなんなかった。いや、違う、空です。本当に安手がいっぱい入ってて、で、酒が入ってたんですよ。あの、人の動画見て。それを探してんだけど、いやー、でも関東の集落ってしか言ってないんですよ、その。うん、YouTube。いやー、どうなんだろう。教えてくれなかったような気がする。その動画を探すのが大変。これ高いですよね、このガラス。絵描いてる曇りガラスの。これは、うん、うん。結構高いですね。2、3万。今だったらもっとするのかな。当時で1万5千から2万。うん。もう綺麗です。割れちゃってるけど、もったいない。そう、これ高いですよ。外せる？よっぽどあの木をうまく。そうそう。まず木をまず上手に外さないといけないんで。そうね。でもこの建物だから扉外したら建物崩れてきそう。こんな暗くなる？ねえ。え、4時半？昭和61年。86年だ。あ、惜しい。惜しいな。じゃあそこまで行っちゃう。あ、まあ、やっぱり。あれ、ちょっと待って。あの、位牌がある。位牌、嘘でしょ？なんで位牌があるの？あ、これはちょっと。